はあ、何をやっているんだ私は。このままでは一条楽にもお嬢にも迷惑をかけてしまうと分かっているのに。つぐみ！え？やっと見つけたぞ。一条楽、どうして私がここにいると？お前と来たことがある場所をしらみつぶしに探した。つっても学校と家を除けば水族館にクレープ屋、あとは商店街とここくらいしかなかったけどな。みんなから隠れながら探すのは結構大変だったんだぞ。ふん、そんなにこの貧弱でか弱い体が大事か？ちげえよ、お前が心配だったんだ。な、何？教えろよ、お前の考えてることを。今、お前の悩みを聞いてやれるのは俺だけなんだから。そんなこと簡単に話せるわけがないだろ。だったら話してくれるまで待つよ。ちゃんと話を聞き出せるかは俺次第だ。この会話はすごく大切な分岐点のような気がする。慎重に考えよう。一条楽のくせに生意気な。私の悩みの何が分かるというのだ。やはりそれは隠せないか。ああ、その通りだ一条楽。だが決して貴様のせいではない。これは私が弱いからいけないのだ。昔の私なら、貴様に出会う前の私ならこうはならなかっただろうな。それは、いや、ダメだ。やっぱりこの感情は誰にも打ち明けられない。私の中から消えてなくなるまでずっと心の奥底にしまっておかなくては。どうだろうな、消したい自分と消えてほしくないと願う自分がいる。もう私にもよくわからないんだ。それにこの気持ちを口にしてしまえばきっと今まで通りとはいかないだろう。たとえ姿は元に戻ったとしても、この感情は必ず貴様やお嬢に迷惑をかけてしまう。そんなのは嫌なんだ。うるさい、貴様のそういうところがイライラするんだ。私の気持ちがどんなものかも知らないでよくそんなことが言えるな。いいか一条楽、この際はっきり言っておく。私の悩みを聞いたら貴様は絶対に後悔するぞ。それでもお前は受け止められるというのか？この鈍感男め、怒りも悩みも何でも受け止めようとするのだな。だがそんな貴様だからこそ。まだ悩んでるのかよ。当たり前だ、こんなこと私だって初めてなんだ。どうすれば正しいのかなんて知らない。正解がどこにあるかわからないんだ。だったら二人で探せばいいんじゃねえか。え？お前の悩みが何なのかまだわからねえけど、それを打ち明けてもらって迷惑だなんて俺は絶対思わねえからさ。お前が真剣に悩んでて千棘や小野寺たちにも言えないことなら俺が全部受け止めてやるよ。一緒に悩んで力になってやる。バカが。あと茶化すのはなしだぜ。俺だって真剣に考えたつもりだからな。本当に貴様はおかしな男だ。笑うなよ、そりゃちょっと恥ずかしいことを喋ったような気はするけど。まったくだ、私の姿で恥ずかしいことをベラベラと言いよって。大バカだな貴様は。バカでアホで貧弱で生意気でとてつもなく鈍感だ。ひでえな、そこまで言うことないだろ。だがおかげで答えは出た。え？私は
月様が好きだ。え？お嬢の恋人だろうとなんだろうと、この気持ちは変わらない。私はもっと貴様のそばにいたい。貴様に私のことを知ってもらいたい。私も貴様のことがもっと知りたい。そしてもっと好きになりたい。これが私の初恋だ。いつの間にか体が元に戻っているの。なんで急に。きっと私がこの思いをちゃんと口にしたからだろう。それが私の本当の願いだったから。そうなのか。顔が真っ赤だぞ一条楽。そんな顔をされるとこっちも照れてしまう。仕方ねえだろ。急に告白なんてされるとは思ってなかったし。それはやはり迷惑だったということか。そうじゃなくて、その突然すぎて頭ん中が真っ白になっちまって、まだ理解できてないっていうか。ならばもう一度言ってやろうか。え？全部受け止めてくれるのだろ。貴様がわかるまで何度でも言ってやる。私は貴様が、一条楽が。つぐみ、動くな一条楽。うわ、クロード様。おのれ、許さんぞ一条楽。貴様、ちとげお嬢を奪っただけでは飽き足らず、天津さえ清四郎にまで手をかけるとは。ちょっと待て、お前一体いつから見てたんだよ。黙れ。貴様は一体私に何の恨みがあるのだ。別に何もねえよ。お待ちください、クロード様。この件は一条楽ではなく私に責任があるのです。清四郎、すまない。え？私は長年大きな勘違いをしていたようだ。お前の頭のリボン、そしてここ最近の言動、その意味するところがようやく分かった。我ながら呆れるほどの鈍感さだ。お前には詫びなくてはなるまい。クロード様。だがそれでも不愉快だ。お前まさか本気でこの男に惚れ込んだというのか。はい。その道は茨の道だ。お前と一条楽が結ばれることは決してありえんぞ。分かっています。お嬢のことを思えばこの気持ちはずっと隠しておくべきでした。でもそれでも私はこの男が好きなんです。つぐみ。おい、クロード。一条楽、どのような手を使って清四郎を狂わせたのかは分からんが、お嬢の恋人だからと今まで見逃してきた私が愚かだった。貴様には死以上の苦しみを味わわせてやらねば気が済まんぞ。俺が悪いの？ビーハイブを舐めるなよ小僧。まずい、避けろ一条楽。え？そこをどけ。うわっ。つぐみ、お前俺をかばって。ポケットするな。貴様ごときがクロード様の一撃をまともに受けては立つこともできないぞ。そこをどけ清四郎、死にたいのか。その男は我々の敵だ。お嬢のためにもお前のためにも抹殺せねばならん。嫌です。何？私にはお嬢も一条楽も大切な存在です。あなたにだろうとそれは譲れない。だからこの男を守るために私はあなたとだって戦ってみせます。つぐみ。
お前一人でこの私に勝てると本気で思っているのか？お前に戦闘を教えたのは誰だ？体術のイロハを仕込んだのは誰だ？お前が一度たりとも私に勝てたことがあったか？戦力差を見誤るような教育はしてこなかったはずだが、それでも私の前に立つというのならば、この私も手を抜くことはできんぞ。本気のクラウド様がこんなにも恐ろしいとは。目の前にいるだけで足が おい震えてるぞ。お前うるさい。そんなことは分かっている。貴様は逃げろ。クロード様は私が止める。どうやら意志は固いようだ。だが裏切り者の末路がどうなるか知らないお前ではあるまい。きついしつけをしてやろう。くそ、つぐみに守られて俺は何やってんだ。しっかりしろよつぐみ。貴様何逃げてるんだ。震えちまうぐらい怖えなら最初からおとなしくしとけよ。俺だってお前に黙って守られるほど情けねえ男じゃねえぞ。バカ者が、早く逃げろ。カッコつけてる場合か。俺のことを好きって言ってくれる奴の前でカッコ悪いところは見せられねえだろうが。一条楽、私の前で清志郎に何をしているんだ。うるせえ。てめえもてめえだクロード。つぐみはてめえが育てた子供みたいなもんなんだろうが。親が子供に手出すんじゃねえよ。一条楽。知ったような口を。最後の警告だ清志郎、今すぐそいつをこちらへ渡せ。さもなくば海の底に沈めるだけでは済まさんぞ。私自らの手でそのか細い体を引きちぎってくれるわ。やっぱり怖え。ついノリで強がっちまったけど、どうすりゃいいんだこれ。やれやれ、貴様こそ震えてるではないか。私のことなんか放っておいて逃げていればよかったもの。うるせえ、言っちまったもんは仕方ねえだろ。なら私と一緒に戦ってくれないか。え？本気のクロード様相手にどこまでやれるかわからないが、貴様が手を握ってくれたことで不思議と心が落ち着いた。力が湧き上がってくるのを感じるのだ。だからそのこの手を離さないでいてくれるか。つぐみ頼む。一条楽。わかった。それじゃあ二人で行こうぜ。ああ、死ねえ一条楽。行くぞ一条楽。私のタイミングに合わせて動くんだ。おう。たあいもな。うわ、ぶれ。何？バカな、無傷だと。油断するな、次が来る。ああ。偶然だ、そう何度もかわせはすまい。なぜだ、なぜ当たらない。不思議だ、ただ手を握っているだけなのに。分かれ、つぐみが次どう動きたいのか。くそ、清志郎、そんな足手まといのことを抱えてなぜいつも以上の動きができるのだ。足手まとい、それは違います。右だ。私たちは今お互いのイメージを完璧に共有しています。左。一人では永遠に得られない力、愛する男と戦うからこそ得られる勇気、これがあなたを超えられる唯一の戦闘法です。うわ、今だ。畳みかけるぞ一条楽。ああ。
イドステップ、プログレッシブターン、スイブル、とどめだ、ダブルスピン、アンドフィニッシュ、終わった。ああ、終わったな。っていうかノリでやっちゃったけど、何なんだこの展開。バカな。この私が破れるだと。すみません、クロード様。私の思いはあなたにだって止められない。まさか聖四郎にこれほどの力があったとはな。さすがは私が育てた優秀なエージェント。そしてこれが愛の力というものか。すみません。悔しいが私の負けだ。だがこれだけは言っておくぞ、一条楽、そして聖四郎、千棘お嬢を悲しませるようなことだけは絶対にするな。それだけは約束しろ。ええ、分かっています。私はお嬢のことも大好きですから。ならば好きにしろ。私が言うことは何もない。ありがとうございます、クロード様。やれやれ、とりあえずこれで一件落着か。だが驚いたぞ、まさか小僧も貴様もそっちの毛がある人間だったとはな。え？そっちの毛？よもや両刀使いとはな。せめて男同士の友情であってほしかった。まさかクロード様。ごはお、おい、そっちの毛ってなんだよ。おい、こら気絶すんな、起きろって。起きて話を聞け。この人、ここまで来てまだ私を男だと思っていたのか。頼むから起きろって。このままじゃ終われねえだろうが。はい。クロード。おや、修営組の楽お坊ちゃんじゃないですか。いや今日もお嬢とデートですか。さすがお嬢の恋人ですな。え、まあもっともいつまでその関係が続くのか分かりませんがね。そうそう、昨晩は変な夢を見ましてね。夢？いやね、坊ちゃんと聖四郎が禁断の愛を貫くという不思議な夢を見てしまったんですよ。いやー、身の毛もよだつ話ですがね、本当にありえない夢だ。しかしご安心ください、その時颯爽と現れた私が坊ちゃんを見事に打ち倒してお嬢と聖四郎を救い出すことができましたから。いやー、あれが現実であればここに坊ちゃんがいることもないんですがね。命拾いしましたね、坊ちゃん。おう、俺も夢でよかったわ。では任務があるのでこれで失礼。ああそうか、お嬢を呼んでくればよいのですよね。あいつ昨日のこと全部夢だと思ってんのか。随分と都合のいい夢だけど、まあ俺もその方が助かるからいいか。しかしつぐみとのことはどうするかな。あのあとクロードを運ぶのに忙しくてごたごたしちまったし。お待たせダーリン、お迎えご苦労。よう兄。それにつぐみ。なんだ、私がここにいては問題か。いやそうじゃねえけど。心配するな、見送りに来ただけだ。それより貴様はお嬢のエスコートに集中しろ。え、こいつ
で告白なんかなかったみたいに、いつも通りじゃねえか。あ、ごめん、私部屋に忘れ物しちゃった。つぐみ、悪いけどちょっとだけダーリンの相手してて。ええ、わかりました。だからなんだ、人の顔をまじまじと見るんじゃない。いや、あんなことがあったのにさ、思ったより普通だなと思って。そういう貴様はさっきから顔が赤いぞ。お嬢の前でそんな顔はするなよ。え、マジでか。引っかかったな、バカめ。お前騙したな。そう目くじらを立てるな。男ならこれくらいは笑って受け止めろ。そういうお前もさっきからずっと顔赤いぞ。な、バカな。冗談だ。どうやら死にたいようだな、一条楽。笑って受け止めろって言ったのはお前だろ。男ならと言っただろうが、この当変僕鈍感男。くそ、全然変わってねえじゃんかお前。せっかくお前の気持ちにちゃんと返事してやらなくちゃって思ってたのによ。すっげえ悩んで損したぜ。え？だってそりゃそうだろ、あんなに真剣に言われたのにうやむやにしていいはずがねえからな。そうか、その気持ちはすごく嬉しい。だからさ、ちゃんと言わせてもらうぜ、お前への返事を。俺はいや、今はいい。つぐみ、私は千棘お嬢も一条楽もどちらも大好きだ。その気持ちがはっきりしただけでとても嬉しい。だから今はまだ答えはいらない。いいのか。ああ、だが油断はするな。私はお嬢と貴様どちらかだけで満足するつもりはない。いつか貴様が私に釘付けになるよう必ず仕留めてやるからな。お待たせ。あれ、どうしたのダーリン、顔がゆでだこみたいよ。なんでもねえよ。ほらさっさと行くぞ。あ、ちょっと待ってよ。じゃあ行ってくるね、つぐみ。ええ、行ってらっしゃいお嬢、そして一条楽。そう、この恋の結末を私はまだ知りたくない。私の初恋はまだ始まったばかりなのだから。
新要素が解放されたみたいわい。新しいプライズが解放されたみたい。新要素が解放されたみたいわい。新しいプライズが解放された。新要素が解放されたみたいわい。ニセ恋、嫁入り、クリアしたか。そのこれからもよろしく頼むぞ。